一応あの橋本ゆじ食ということで橋本っていうブランドでやってます。うちはですね、あの40年選手のレピア食器っていうのと、あとあの半世紀前のシャットル食器というあの食器でものづくりをさせておりいただいてます。であの今はもう生産されてなくて、本当にあの昔ながらの構造、あの織物 の, あの機械の構造も違ってて、ものすごく風合いがいいものが織れます。私自身が織物職人でして、この、まあ、ちょっとこう見えにくいかもしれませんけど、こういうその織物のこう織り目ですね、その織模様なんかも私が全部手書きであの設計で起こして、あの非常にアナログな食器で、織るようにしてますので、常に世の中にない新しい価値というものを生み出せるというのがやっぱり織職人の強みだと思ってます。あの播州産地は先染めって言うんですけども、あのこの私が作った作品も糸作りから、まあ、例えば染めの職人さんに相談して糸作りからやって、なおかつ、私が企画を組んで織設計、設計者も全て私がしてですね、で意図するこういうふうな製品になるような設計にしていくというところで、まあ、作り込んでいってあのやっていってます。織るスピードがあるんですけども、織るスピードというのはやっぱり機械の流れでいうと生産性の向上で高速化、ハイテク化、省人化の流れできてます。弊社はその逆を言ってる形になってるんですけども、ゆっくりにすることによっていろんな複雑な素材とか、あとはその糸をピンと張る必要がないからゆっくりふんわり折れるんですね。糸をピンピンに張って硬くなるんじゃなくて、柔らかくふんわりとした風合いを出すためにあえて回転を落としていろいろ工夫をして改造したりしてやってます。そうすることによって素晴らしい風合いの織物が生まれます。